はい、おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの坂上五郎です。マテリアルのあゆみです、カムイの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、ということでですね、はい、今日はですね、もう今日から3月です。3月です。3月4日でございます。早い、まだ早い、早いな。もう3ヶ月目やで、もう12分の3ヶ月目来てますからね。はい、もうあっちゅう間に来てますけどもね。はい、はい、じゃあ、3月4日は、どんな日なんでしょうか。はい、この日なの日です。はい、今日は三振の日です。やらなかったな。いや、ほら、あ、ストライク、バッターアウト。それ野球の三振やな。ありがとう。はい、じゃなくて三本線、うん、三振でしょ。あ、これね、これね、これ、はい、三振の元になって、はいはいはい、そっちね、三振ですね、はい、沖縄のね、はいはい、三振という語呂合わせが来ておりまして、三味線の元になった楽器、はい、3と4で三振ね、はい、三振ですね、はい、この日は、三振の音に合わせて琉球音楽を歌って楽しむ日とされております、はいはい、僕もね、あの沖縄のミュージシャンの方結構知り合いが多くて、あのね、あの品川時代に、あのまーちゃんっていうね、あの三振アーティストの人と一緒に映画作ったりとかしてたんで、まあ、だいぶあの三振っていうか沖縄音楽の関係の人はめっちゃ知り合いが増えたんですけど、そのおかげで、すごい。ハハ言ってる。何がお前、お前な、体ね、そこはそこは体張ってる、そこはスルーしろ。俺も頑張ってんでしょうけど、マスクしてるしね。そうね、そうね。ほんで、いや、まあまあ、だから、あの結構三振アーティストの人とかね、知り合い多いですけどね、はい、あのいい音が出るというか、あれすごいよね。三振でロックやる人とかいるしね、ほんまにね、ここでやってるラクザ、あ、はい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 、ね、もうめちゃくちゃ三振かっこいいです、津軽ジャミセンか、そうそうそう、ちょっと違う、ちょっと違う、だいぶ違うけど、三本線、三本線ではないんで、そう、全然違うものなんですか。違うね、全然違う、ね、だから、え、まあ、まあ、何より、あのほら、このこの、なんていうの、ここの、ここの、ここの部分あるやん、この、はい、まあ、叩く方、叩かない、叩かない、この部分、あのこの音を、音を響かせるとこね、はい、あそこな、あそこが要は蛇側なんです、まあ、川の部分ね、蛇側なんですよ。だからその錦蛇の皮が一番いいらしいけど、もうその蛇側とか、あとこのネックのとこ、うん、これがあの何だっけ、黒なんとかってやつ、すごい駅やね、そんなんとかを中国から取り寄せて作ったりとかしたら、もう三振一本でものすごい金額になったり、そうなんですよ、はい、じゃあもう一つ、はいはいはい、バームクーヘンの日です。お、はい、兵庫県神戸市中央区の本社。なんで3月4日でバームクーヘンなん？ね、はい、これはね、まあ、ユーハイムが制定しました。はいはいはい、はい、ユーハイムね、はいはい、神戸のね、はいはい、1919年大正8年の、3月4日に広島県物産陳列館で、今のね、後の、原爆ドームで行われたドイツ捕虜展、不良店即売会で、ユーハイムが創業したドイツ人のカール・ユーハイムがドイツの伝統菓子バームクーヘンを出店したから来ております。これね、だからね、はい、何の話ってみんな思うんですよ、でこれでどういうことかというと、第一次世界大戦の時に、あの要は第一次世界大戦、その時に日本とドイツで戦争してるんですよ。第二次世界大戦の時は日独伊でこうね、あの、同盟組んだりとかしてたけど、あのその前は実は日本とドイツが戦争してるのね。でその時に、捕虜になった人、ドイツ兵の捕虜が4700人ぐらいおって、で、あのまた、当時その、中国の青島、あの青島って書いてチンタオってね、チンタオとか、その辺にいたドイツ人の人たちがそのまま連れてこられてるのね、兵隊じゃない人も含めて、でその時にチンタオに喫茶店をたまたま出してたのがユーハイム、カール・ユーハイム、で、捕虜として連れてこられて、で、あのドイツ料理を振る舞ったりとか、実はね、その収容所の中でやってたんですよ。でこれが結構評判で、で、彼のお弟子さん、日本人のお弟子さんたちも
そこから生まれるようになり、うん、それが今のニューユーハイムにつながっているっていうね、お話です。そうなんです、そうなんです。だから、あのもし日独戦争がなければ今みたいに バームクーヘン日本に広がってないというか、うん、あのまずあの株式会社ユーハイムもない、うんうん、ということなので、まあ、これは本当に歴史の産物というかね、うん、あの歴史の流れの中であの人が動き、そのね、そのバームクーヘンが日本に伝わったということなんですよね、うんうん、はい、ということで3月4日っていうのはそういう日だですね。はい、このひなの日終わりです。はい、ということで、ですね、今日はですね、はい、このプレゼンありかなしかなんですけども、うん、挑戦者がね来てくれてるんですよ、はい、挑戦者が来てくれてるんですよ。もうあんまり長いこと時間経つね、うん、ここで使ってもしょうがないんで、はい、呼びましょうか。はい、はい、挑戦者の方どうぞ。はい、はい、ということで、はい、どうも、はい、よろしくお願いします。来ちゃった、はい、来ちゃった、はい、宮城が来ちゃった。あ、もうなんか映像も声もうるさい監督もう耳元ででかい声出すな。すいません、ラウドネス指数がだいぶ来てます、ね、だいよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いやいや、実はミヤシンはやっぱいや、いや、もうええ、もうええ、喋ってる時にどんどん僕に喋らせろ、どんどん前に寄せ、どんどん行くよ。いやいやいや、あのミヤシンね、あの、はい、吉尾見てくれてんのよね。そうなんですよね、3本目の映画ね。そうなんです、はい、でなんと吉尾見て泣く男という、はい、もう最後の本田大輔が強くなってここぞというタイミングでいつも同じタイミングで泣くって2回泣いちゃった、ねね、イエーイすいません、よかったちょっと緊張してますね。いやいやいや、てかあなた誰いや通行人です。おっとっとっとすいません、通行人の佐藤さんです、はい、僕あまり緊張してちょっと出る前にさっきうがい言ったんですけど、ちょっとゲボ出ちゃいました、ね、いおい緊張しておいドキドキしてます。ゲボ出てどうする。よろしくお願いします、宮新さん。よろしくお願いします。はい、宮新さんは、宮新さんはほんまにうるさいな、ラウドネス指数分かった分かった分かった、もうそのもっと超えたい、もうその下りへ超えたい。すいません、はい、はい、今日は何しに来たの。今日、今日は、うん、僕のイベントですね、はいはいはい、ライブ告知を兼ねて、そうなんですよね、ここに参上させていただきましたね。そうですね、監督、いやもう分かった分かった、監督呼ぶな、よろしくよろしく、そういう隣にいるのは、うんうん、大阪弁大阪弁大阪弁ですよ、よろしくお願いします。ちょっと待って、この酔っ払い誰かつまみ出せ。いや普通のテンションでございます、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ、はい、もう行こうか、行こうか、え、行こうか、はい、嘘、もう行くの、どうですか、いやいや、24日にね、はいはい、ニアシンのイベントここでやるんですよね、はい、あ、そうそう、その告知、ね、そうなんです、その告知ですよ、はい、はい、ということで、じゃあそのプレゼンをしていただきます、はい、いいですか、はい、10分計ります、はい、じゃあ行きます、はい、このプレゼンありかなしかスタート、よろしくお願いします、はい、もう始まってるんですね、もう始まってますよ、はい、どうぞ、すごいですね、はい、喋る草戸さん、はい、まずは大ちゃん宮新さん、ありがとうございます、3月24日に、宮新ライブをさせていただくことになりました、はい、そして、前半と後半に分かれまして、宮新のオリジナル、そして、後半には、いろんなカバー曲を入れながら、はい、僕の音楽仲間、そして、まあ、仲良くしていこうという仲間を募るために、むちゃくちゃなライブをしていきたいと思います。なんで笑ってんのか、いやいやいや、すでにおかしい。いや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 、何かおかしいですか。すでにおかしかった。ありがとうございます。すいません、このキャラでちょっと勝っちゃったのかな。いや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 、ちょっとさっきゲボってしていただいたんですけど、すいません。よろしくお願いします。しかももう僕のプレゼントも10分ある中で、もう2分で終わりそうなんですけど、ね。いやいや、どうしましょう、いやいや、あの、いやいや、その、カバー曲は誰の、はい、どんな曲を歌うんですか、どうしましょうかね、はい、一応サザンオールスターズの方のね、ちょっとやりたいなという曲、ね、はい、はい、そしてあと僕あの、うん、ボーイもやりたいなと、ボーイ、はい、ちょっとなぜか、ね、えらいでもなんか音楽性全然ちゃうやん、そうですね、で、あとは僕の大好きな、弾き語りを、やり始めた時の、はい、きっかけとなった尾崎豊の曲を何曲か、尾崎豊、はいはい、好きですか、大好き大好き大好き、オサカベどうですか、
いいですね、ありがとうございます。ちょっと恐縮してます、あの巨匠にこんな僕的にこうノリで行っていいのかどうか。いやもう どんどん乗ってよかったですかね、はい、もうマスクもこう飛び出しそうな勢いで喋ってますけど、ミヤシンです、よろしくお願いします。いや分かってる分かってる、もっと行かないかも、 あんま近づいたらオートフォーカス大変やから。ほんまですか、ちょっともう大変や、ほんまですか、ラウドネス指数を超えたいミヤシンですけど、いやもうそれ3回目やから、怖かった怖かった、ありがとうございます、よろしくお願いしますばっかり言うてる、もうそれしか言うてない。でもまだ1分半ぐらいしか言ってないですよ。監督どうしましょう。いやいや10分も喋ることあるのかな。あと8分ぐらい。だその後佐藤さん行きますか。何の話、はい、どうしましょうかね。はい、いいですよ、はい、うん、だからその音楽に出会ったのはどういうところで、だから尾崎豊が好きになって、はい、そうですね、弾き語りやろうと思ったんですか。ね、ギターを始めた18歳だったんです。18歳、うん、で何かこうギターをやる、そうですね、練習したんだ、高校3年生、それはだいぶ違うゾーンに行ってますね先生、うん、先生俺も歌では負けてへんで、おおさっきのが盛り上がってたのに、なんやねん、何やねん、ドキドキしてた、なんか三振とかで、だから歌いって登場したのにな。てかまあまあ、はいはい、でそこから始まってね、うんうん、まあまあ何か自分の中でこう歌いたいなって曲の中で、うん、一番まあ後輩が尾崎豊をよう練習してた、はい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 、それだけちょっと教えてくれやって話になって、うん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 、じゃあこれだけやってみたらどうですかっていう中で歌わせてもらったのが一番最初に歌ったのが15の夜って、あー15の夜ね、名曲やね、名曲なんですよ、ね、盗んだバイクで走り出す行く先も、盗んだ盗んだ、いや僕はちょっとだけバームクーヘンを早い早い早い、違う違う、まだまだ早い、ちょっと聞いてくださいよ、何何何、バームクーヘンをね、バームクーヘンを盗んだんですよ、盗んだんかい、盗んだんですよ、どこで、近所のあの山崎出入りってことなんですけど、ちょっと早い、ちゃんとあるんですよ、僕だから、そうなんや、そうなんですよ、おうおう、徳島県出身なんですけどね、元々徳島なの、そうなんですよ、あ、そうなん、俺徳島やで、あのお父さんがね、あ、なるほど、うん、で僕の時にだからローソンができた時っていうのはやっぱりね、うん、すごいなと思って、はいはいはい、その時一番 ね、あの山崎デイリーストアが高校と光ってるんですよ、一応まあコンビニエンスストアって言いながらも、うん、8時で終わるコンビニエンスストア、ああ、はいはいはい、まあ当時はね、そうなんですよ、24時間が少なかったんでね、そうなんですよ、でまあちょっとダメですけど、うん、中学校の時にね、うん、な怖い先輩に言われてね、うん、あのちょっと取ってこいと、そうですね、うん、でその辺取ってきた、一応バームクーヘンやったんですよ、でもね、それをバームクーヘンの日にカミングアウトしてるわけや今、そうなんですよ、で良かったことはね、あのね、バームクーヘンが良かったんでしょうね、なんでお前普通だとアンパンとかこういうチョコレートのすごいかかってるパンであるのに、うんうん、なんでお前バームクーヘンやろ、しかもボリュームがありすぎやろ、なんかそこからねすごい可愛がってくれて、うん、中学校3年間はちょっと楽しく過ごさせていただいたなって感じです、別にあの、まあ、ヤンキーの先輩たちが一緒におったわけでもなくて、あの何かあっても、うん、あの先輩が可愛がってくれはんね、だいぶね、だから何かやってても、うん、おいおいおい、そうなんですよ、うん、だから、ね、すごいね、あのバームクーヘンで助けられたな、なるほどな、なるほどな、バームクーヘン様様やね、おっと佐藤が言ってるぞこれどうしたの、通りがかりの佐藤さんがね、びっくりした、たまたまね、え驚いちゃった僕、はい、え、あと5分、ほんまですか、どうしようかな、5分、うん、何を喋っていいですかね誰に聞いとんの、誰に聞いとんの、視聴者の皆さんお元気ですか、いやいや、お元気ですか、ちゃうからむちゃくちゃになってますね、うん、もうだいぶ、うん、今日ね、来る前に、うん、まあちょっと紫雲先生、あの書道家の先生なんですよ、はいはい、の方はね、はい、ありがとうございます、ほんでそこからまあちょっとあのお昼からね、少しだけあのおビールを飲ませていただきましてね、あのおビールおビールね、はい、ちょっと1本ですよ、2本じゃないですよ、1本ですよ、でそこからまあ1本ですね、はい、でまあいろいろこのね、あのミヤシンと佐藤のヒストリーを喋りながら、まあちょっと一緒にあの音楽イベントも前々からずっとやってたんですけど、ミヤシンは、その中でちょっとあの佐藤紫雲先生にもあの書道を兼ねた音楽イベントもやってもらいたいなということで、なんかちょっと普通だと音楽イベントだと音楽のライブをやって終わりなんですけど、うん、紫雲先生結構あの書を書きながらその中で歌ったりとか、歌ってはる人のイメージで
書を書いたりとかする方なんですよ。でそういうふうなイベントちょっとしてもらえませんかっていうことで、5年以上のお付き合いさせてもらって、イベントに関してはね、まあ飲み仲間としては15年以上の付き合いになるんですけど、そっちの方が比重が大きいんですけど、要は飲み仲間ってことなんですね。その中で出来上がったこのミヤシン仲間の一人の、でもなんか、はい、キーボードもされるっていう、そうなんです ね, 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 ねすごいじゃないですか。すごいんですよ、伝説のキーボーディストなんですけど、ね、伝説なんや。そうなんですよ。どんな伝説の、京都のボックスホールっていうところでイベントさせてもらいまして、あのそこであの、まあ、鍵盤としてちょっと手伝ってもらえませんかと、うん、でその時にあのすごいですね、うん、あのクラシックをいつも弾いてはる先生なんですよ。で今回だけちょっとあのお願いしたのビーズのゼロを弾いてもらえませんかと跳ねた曲をお願いしませんかと。で僕ら の, そのカバーバンドの中で一応5曲のうち、先生には4番目の曲として、そうです、4曲目で1曲だけお願いしますと。分かりましたと。じゃあどうしましょうと、うん、もう1曲目からのステージに立っていただきまして、はい、ほんで弾かないけども、うん、椅子に座るのかと思ったら、うん、椅子の後ろに立っていただきまして、うん、立って、うん、こんな感じで、こんな感じで、そうなんです、今そうなんです、どうしていいかわからなかった、ね、で腕をこうパッと組んで、うん、ずっと僕らを見てくれてました。なるほど。出番までステージの上から観客として、そうなんです、で観客の人もいつこの人出るんだろうっていうのをあの見てもらいながら、うん、ゼロを引いてもらったっていう伝説の先生。なるほど。そうなんです。そういう伝説がね、はい、あったわけです、ね。まあ、すごく盛り上がったライブになりましたけどね。あの違う意味でも盛り上がりましたけど。なるほど、なるほど。はい。すごくね、最後はあの本当イージーカムイージーゴーであの死にましたけど、本当ね、佐藤さん最終的にもそれもなんかただ揺れてただけですけど、すごくね楽しいんで、あの言ってくれましたけどね。なるほど、はい、今度の24日には佐藤さん来るんですか。いやもうあのお客さんとして来ていただく。違う、違うでしょ、違うでしょ。えやってる横でこうやってこうやって立てんちゃう。多分それもありかな。乗り込んでいこうかな思いましてね。お金払ってるけどここ追ってくださいみたいな。そうなんです。はい。で、あとビールも多分こうやってただ飲んでるだけかなっていう、それも絵になるかなというね。そういう風なね、むちゃくちゃなイベントしていきたいなと思ってるんですけどね。多分24日は、はい、佐藤さんが、ステージ脇で、テーブルに手を持たせかけて、立ってビールを飲んでるのが横にあると思います。はい、きっとそれも見れると思います。それ、はい、佐藤さんの明かり作ってきますね。そうそう、明かりね、明かり、佐藤さんの明かり、あのピン当てとかんとね。いやでもね、そのねビールを飲みね、うん、飲む、うん、飲みっぷりが最高なんですよ。500の瓶を渡されました。褒めてほしい。てかね、はい、音楽イベントの話を。あと1分、もうそうなっちゃうんですよ。あの24日最高のライブしますので、うん、あのぜひぜひ楽しんで、まあ、あの観客というかオーディエンスの方々も僕の音楽仲間も来ますし、うん、役者さんの友達も来たりとか、はい、いろいろね、あの一体感のあるライブをしていこうかなと思っていますので、ね、すごくあの楽しんで、あの僕も正直楽しんで帰れるように、あのそんなライブを、していきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さん来ていただければと思いますので、7時半から、ペイは、2500円ですね、はい、になります。ドリンク付きなので、あのワンドリンク、あのぜひぜひあの来ていただけたらと思ってますので、ぜひぜひよろしくお願いします。楽しんだライブにしますよ、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。いえいえ、監督ちょうどかな時間はピチッとありますんで、はい、はい、ありがとうございます、はい、間はぐちゃぐちゃやけどね、はい、もうね、京都のボックスホール褒められました佐藤も褒めていただいてましたすいません、こんなライブばっかりしてますんでね。はい、ね、なんかさっきからものすごく気になってるのかな、なんか入ってんじゃん。バームクーヘンやんかバームクーヘンやんか、これ何ローソンで取ってきたやつ。いやローソン取ってきたやつ、これファミマファミマさんでした。ファミマさんでした。普通にあそこで食べよう思ったんです。監督、それはちょっと早すぎるわ。何お前ちょっとまだ食べるの早いみたいな。これはネタで使える。だから、ここにちょっと我慢して、取りながら食べてもいいですか。嘘です。すいません。あっち捨てときポイって。はい、いや、おい。すいません。ありがとうございます。はい、ということで、はい、ありがとうございました。じゃあですね、行、はい、きますよ。もう行くよ。もう。そう、もうですか。ジャッジが入るんですか。はい、行きます。はい。俺行くよ。え俺行くで。もう。
もうやっとこれ出せねえな俺。すみません。はい、ちょっと鼻鼻の汗、はいはい。この時間ね。すみません恐縮です。はい、恐縮です。それでは、はいはい、参りたいと思います。はい、このプレゼン、はいはい、ありかなしか。はい。はい、判定。はい。うん。出たら言ってくださいね。ね、残ってますよ。うん。はい。ウィッ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 バツー、バツー、バツー、やったバツー出せたバツー、ちょっと手前ルール、ココアが出てきちゃうだろ。いや、ちゃうちゃう、さっきあれやろ、あのバームクーヘン投げたやろ。あ、はい、物投げたか、ご飯、食べ物投げたらあかん。そう、教育上よろしくちょっとやってしまいました。教育上よろしくない。今モザイクかかってんの？うん、もうかかってんの。もうすでに、無理。今。すでに。そうそう、もうあの。ダメなんですか？ステージャーまでかな。ダメなんですか？モザイクうるさいからやめて。ここのシワだけモザイクしてもらえたら嬉しいです。そんな細かいの要請。マジですか？もうじゃあいいです。僕このままでいきたいと思います。よろしくお願いします。なんかもう一回俺が自分で自分にモザイクかけたから。はい、マジですか？え？そうそう、2人目そうだ、ピュッとピュッと、いやいやいや、そうですか。はい、ということで、はい、3月24日ですね、金曜日、そうですね、何時から、はい、何時から、19時半からミヤシンライブございます。はい、はい、当日はモザイクはないと思いますんで、あの当日はモザイクがあってはるんですか。ちょっとほんまですか。ボイスチェンジャーもかかってるんで。あらららららら、はい、頑張ったーということで、ミヤシンライブ24日ありますね。はい、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、週刊マテリアル通信いきましょう。はい、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 お店の情報です、はい、今ですね、絶賛公開中、上映中の、コウ・チャンヒュン監督の愛たちの学校です。はい、4日、5日とやっておりますので、ぜひぜひ皆さんお越しください、はい、はい、料金は1500円となっております。はい、ドキュメンタリー映画ですね、はい、はい、前回、グッチョイで紹介させていただきましたので、はい、ぜひぜひそちらの方もご覧ください。はい、はい、そして、定期上映が始まります。3月8日、吉尾です。吉尾来ます。吉尾がやってまいります。はい、宮新2回見ました。はい、泣きます。で、2回とも泣きました。同じとこで。はい、監督。これ、声変わってます。声変わったんかね。ボイスチェンジャーで言ってる。バームクーヘン食べちゃう。はい、3月8日、水曜日から、はい、吉尾始まります。はい、毎週水曜日の、19時半からスタートになりますので、はい、ぜひぜひ皆さんお越しください。こちら、料金が1000円。ね。プラスワンドリンクのお男性となっておりますので、はい、ぜひぜひ皆さんお越しください。いい金額ですからね、たくさん来てください。はい、はいはい、そして9日、その次の日ですね、こちらも定期上映、毎週木曜日の定期上映となります。川本隆弘監督の傘の下で、はい、はい、こちらが1500円のお男性となっております。はい、カバンのね、電車となっておりますので、ですね、はいはい、ぜひぜひ皆さんお越しいただいて楽しんでいただけたらなと思いますので、お願いいたします。そして3月10日から10日、11、12日と、はい、スノボリの方ですね、はい、やってまいります。はい、五十嵐匠監督の、はい、作品となっておりまして、萩原正人さん、はい、村上純さん、はい、吉岡里帆さんの主演の映画となっておりますので、ぜひぜひ皆さんね、こちらは本当に心をね、はい、グッとくる響く映画となっておりますので、ぜひご覧ください。はい、そして3月13日はカバの日ですね。3月の第2月曜日となっております。はい、上映しておりますので、ぜひぜひお越しくださいませ。はい、はい、そして、まあ、定期上映でね、吉尾がずっと水曜日でいるので、はい、8、15、22、29と3月は4回させていただきます。はい、4回言いますからね。そして傘の下も、9日、16日、23日、30日と4回させていただきます。はい、はい、そして、次になるのが3月17日が7です。7でした。ジョー監督の、ジョー監督ね、はい、はい、一番会いたい人のね、はい、もおが最新作、最新作、はい、でこの7は、はい、初めて撮ったりとか、初めて撮ったりですね、はい、ね、はい、ね、上映します。はい、はい、光源氏の赤坂明さん主演の映画となっておりますので、はい、ぜひぜひ皆さん楽しんでください。はい、はい、そしてですね、ガーッといきまして20、21が、うん、武田和明監督の、はいはい、
絆王子と無限の一歩、はい、こちらの方の上映になります、はいはい、ちょっとね22歳以下がお安くなっておりまして、うんうん、1200円、一般の方は1500円となっております、はい、ちょっとね楽しんでいただきやすいとなっておりますので、うん、ぜひぜひ皆様お越しくださいませ、はいはい、で21日の火曜日の祝日が朝からやるんですが、はい、うん、その後のアフタートークとかも楽しんでいただけるようなイベントになっておりますので、うんうんうん、ぜひぜひ皆様お越しくださいませ、はい、そして24日、25日、26日と音楽週間に入ります、はい、先ほどのね、はい、ちょっとさっきうなっているミヤシンライブも含めて、はい、音楽ライブのイベントの期間となっておりまして、音楽期間です、はい、ありがとうございます。ミヤシンライブが24日金曜日、料金が2500円でワンドリンク付きとなっております。ミヤシンに会いに来てください、はいはい、そして25日土曜日が音楽ライブ、ラクザのライブとなっております、はい、こちら料金が2500円でワンドリンク付きとなっておりますので、こちらの方もねぜひぜひ皆さん楽しんでください、はい、そして26日音楽週間ラストが、下星隆監督のドキュメンタリー映画の上映となっております。山田さん、山田伝次郎さんのドキュメンタリー映画となっておりまして、はいはい、6600V、はい、の上映となっております。これも強烈な作品ですか。はい、ですよね。はい、料金が1500円となっております。はい、音楽週間ぜひぜひ3日間とも楽しんでください。はい、お願いいたします。はい、以上となります。はい、はい、はい、ありがとうございました、はい、じゃあ次いきますよ。はい、はい、今日のゲッチャー、今日のゲッチャーはこちらです、はい、島森のドラですね、はい、はい、ドンギツネ出てますって吉岡里夫さんですね、はい、はい、はい、こちら沖縄戦争の話となっておりまして、はい、まあ、県民4人に1人、20万人が犠牲となった日本国内唯一の地上戦、沖縄戦で命を懸けて、勝ち抜け、命どう宝生き抜けと叫び続けた、それね、ぬちど宝、ぬちど宝生き抜けと叫び続けた二人の官僚と、命の重みを受け継ぎ沖縄戦を生き抜いた沖縄県民それぞれの苦悩と生きることの、奮闘を描き、本土復帰50年の節目に命の尊さを、次世代に継承する映画が誕生しました。ね、はい、はい、ムチ、あのね、命のことムチって言うんですよ。で、命の能をドゥっていうんで、ムチドゥ宝っていうね、いうことですね、はい、そう、沖縄のことがそう言います。はい、結構ね、賞を取られてるんですよね。そうなんですよ、吉岡里帆さん、香川京子さん、はい、賞を取られて、はい、結構話題な作品。まあまあまあ、だからそのね、意味合いとしてもね、作品の意味合いとしても、うん、あの我々日本人がね、そうですね、忘れちゃいけない、うん、あのたくさんの犠牲をね、払って、うん、今の我々の平和があるということをね、うん、覚えとかなきゃいけないし、はい、どういうことがあったのかっていうのを知っとかなきゃいけないっていう意味では本当にみんなに見てほしい、はいはい、作品だなと思いますし、はいはい、だからまあみんなあの 僕ね、あのドンキツネドンキツネって言うじゃないですか。で、まあ、もちろん吉岡里帆さん好きなんですけど、はい、あの別にあのそういうミーハーなことで言ってるんじゃなくて、そういうちょっとキャッチーなことを言うとみんな覚えるじゃないですか。だからあえて言ってるだけなんで、別に僕はあのミーハーなわけじゃなくて何の言い訳してるんだ。何の言い訳じゃん、お前でも。ありがとう。はい、ということですね。はい、ぜひぜひね、あのたくさんの人に見てほしい作品ではありますよね。で、あの萩原松本さんもね、すごいいい演技をね、これここでされていてですね。あのまあ村上純さんもそうなんですけど、あのまあ実力派の俳優がみんな揃って見せてくれている作品なので、あの作品としても素晴らしいし、あのまあ趣旨が当然ね、そういう趣旨ではあるけども、作品としても素晴らしいし、あの各俳優さんのね、あの演技の素晴らしさっていうのもしっかり、はい、あの見ていただきたいなって。やっぱり僕ら、はい、あの映画作ったりとかね、芝居やったりとかしてる人間としては、そこ見てほしいなっていうところもね、うん、ありますからね、はい、はい、ぜひあのこの、作品で、どういう演技を見せてくださってるのかっていうのをね、目に焼き付けに来ていただきたいな。それがね、なかなかね、あのこれやらないんで
いろんなところでやってる作品じゃないから、うん、だからマテリアルで見れるってすごい希少なことだと思うんで、はい、あのぜひですね、あのこの機会、はいはい、あのもう立ち飲み行くついでがあんねやったらもうマテリアル寄ってもらってもう大井正人から来いと。待ってました。ちょっと寝てました。ぜひ。もう食い終わったか。はい。はい。はい、スカモリの塔は3月10日金曜日から12日日曜日の3日間となっておりますので、はい、ぜひぜひ皆様お越しください。はい、まあ、3日間だけなんでね、はい、ぜひこのチャンスを、ね、逃さないように、見に来ていただければと思います。はい、はいはい、ということで今日のグッドバイでしたはい、ということでエンディングでございます。はい、監督いやもううるさいっちゅうの監督いい音で言うな監督はいもうこのねモザイクとボイスチェンジャーの処理がめちゃくちゃ面倒くさいっていうね監督はい、でも俺が自分で選んだからねそうですね監督はいまあ、待ってきます、はい、よろしく、あの大きいやつね期待してはるやんリクエストしてる大分待ってるやん、まあね、参加してもらいます、もう本当ありがとうございますいやこちらこそどうでした、どうでしたでも最高ですね最高ですか、はい、なんかあったらもうお酒壁っていうとこからめっちゃ多かったよめっちゃ多かったもらえるから思ったんですけど喜んでくれてるんでほっとしました、はい、ありがとうございます恐縮です、宮新です、はいもう宮新です言えねえってもう分かってるからみんな。よろしくね。はい、こんな調子でね、はい今月末また、音楽ライブもありますんで、はいぜひ皆さんね、まあライブもあるし、そしてこの今ね、はい、上映のね、こともすごいやってますんで、はい4月もう5月ぐらいまでもうね詰まってますからね。はいいいですね。もうほんまこの相づちもうあのパターン何個かしかないねんね。はい、そうです。3つしかないです3つだけで、はい、はい、そうですね、赤城の監督、お酒部おぉそれで何とかしてますはいずっとこれ繰り返していいよ、全然それでね、はい、ちゃんとやってます、はい、ライブはいろいろありますよはい、はい、ライブはもっといろんなパターンが出てくるはい、あの2つだけ増やしますやったーボンちゃんわかりやすいしかしませんはい、はいということですので、皆さんまたマテリアルね、はい、もうまさにこの番組かもマテリアルですから、はい来ていただきたいと思いますそうなんですはい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございましたどうも、宮新&佐藤しゅんですよ宮新がほぼ8